鮭温めて、はい、今茶葉入れる。これ高山茶、中山ウーロン茶。急須の大体4分の1入れ。4分の1。全部じゃないよね。4分の1開くでちょうど満杯です。うん、最初はあまり飲まないね。台湾人飲みたら一本はすぐ捨てます。うん、最初の一杯は捨てて。で、茶はちょっと温めてね。うん。お湯注いで。一煎目、時間は20秒ぐらいです。はい。捨てちゃうよ。いい匂いしてきた。うん、一煎目時間は20秒、次は30秒、あとは40秒、味はだんだんだん薄い、時間は10秒、10秒プラスです。これ一辺の葉っぱは5、6回剥がす。5、6回転がって葉っぱ捨てる、葉っぱチェンジです。入れる持ち紐ね、これ押すと勝てないよ。これ根気でやっても5分 OK。20秒、あと30秒、あと40秒、あと50秒ね。5、6回大丈夫です。はい。はい、ここ熱いから回して、こうやって上で下持って香りかくです、上で下持って、上で下にジャスミンの花の香りいい匂いでしょ、これは飲むんです。言って幅開いてね。お、ほんとだ、満杯でしょ。香りここ冬寒いよ、台湾で回して手も温めて、匂いはいいですよ、あとはお湯入れて30秒、ここから飲む。香りとこはいらない、最初だけ、30秒、40秒、50秒、5、6回です。 OK、 5、6回待って、茶を捨てる、チェンジです。 OK、 お湯とこに気をつけて、苦味からご自分でください。はい、ありがとう。